今日の鈴の大和バイクとですね、今長者ヶ原パーキングですね、これからどこへ行くかというと、世界遺産の平泉方面に行こうかなと思ってますね。何回も行ってるんですけど、それは動画には載せてないなということで、ちょっと撮ってみたいなと思います。8月ね、本来はうちの姉が来て、どっかお車の面倒ちょっと見ててもらって、どっか遠出しようかなと思ったんですけど、来なくなることになったので、泊まりでどっかにはもう出かけられないんですね。なので日帰りでちょこちょこ山行ったり、バイクでツーリングしたりとか、そんな感じですね。ちょっと残念ですね。はい、まあちょっと一服したら早速スタートしたいと思います。はい、では早速ね、行ってみますかね。長者原パーキングから、平泉パーキング、あ、インターまでですね。そこまではちょっとノーストップで行って、あとまあどうなんだろうな、中尊寺とか、あとは、モーツーズとか、まあご定番で言うとその辺ですよね。はい、はい、今ね、平泉前沢インターに到着ですね。間違っちゃったというか、平泉でね降りようと思ったんですけど、平泉は ETC 専用だったですね。このバイク ETC つけてませんからね。はい、無駄に4キロ以上ねちょっと走っちゃいましたね。8キロか。ということで平泉側に戻る感じですね。ガソリンもねちょっとなくなってきたんで、途中入れなきゃいけないですね。はい、いやー暑いね。36度だって、そりゃ暑いわ。ね、ちょっと平泉の町にちょっと入りましたかね。ガソリンもまあ先ほどしました。でここはね中尊寺ですね。中尊寺の駐車場があって、そこから歩いてね登るっていう感じです。で中尊寺を後にして、最初ねモーツ寺にしたいと思いますね。ちょっと戻る感じになりますけど、こっからでもね何キロだな、 1.4 キロって書いてるな、 1.4 キロですね。モーツ寺に行って、モーツ寺をちょっと見て、それから平泉に来て、平泉を、まあ、ちょっとね平泉は下から登れるんで、歩きながら平泉、あ違う、中尊寺か、中尊寺は登れるから、中尊寺の方に、登って、そして降りると、そんな感じにしたいと思うんですね。ということで最初は毛通寺ですね。はい、よいしょと、暑いな、ダメだ。毛通寺の駐車場着きましたね。こんな感じですね。まあ中尊寺では空いてるかな。ちょっとトイレ行って、その辺で休憩だったな。服してか、パンかなんか売ってたような気もするし、ラツンダイスとかあるね。あ、休みじゃねえ。いや休みですよ。っていうことは、なんか飲むもの飲んで、音入れてから行くかな。はい、そんな感じです。案内板があるんで、ちょっと、いますか。そこが、現在いる毛通寺の駐車場のとこですね。で、毛通寺があって、まあ、平泉の町はこの辺が中心ですよね。そこから北の方に2キロぐらい行くと、中尊寺があるって感じですね。あとはこまごまね、いろんなのあるんだけど、まあ大体でも有名なのは毛通寺と、中尊寺ですね。あとは達国毘沙門堂とありますけど、これは前ね動画で載せてますね。そういう感じですね。暑い、しかし暑い。よしと、まあね、配管料700円かな払って、毛通寺だから物を買うか、金どんだっけかな、忘れちゃったな。まあちょっと行ってみますか。大したもんなきゃ達成しないけど。どうだっけね、
粉物か、撮影なんか禁止でしたね。まあしょうがないな。あとお庭の方なんだよね。ぐるっと向こう行って、そっからぐるっと池を一周するとそんな感じなんだね。いや暑いね、すごいね、夏ね、大きいわ。ちなみに何だろう、平泉っていうのはどういう元になってるかっていうと、そもそもあの藤原のね、清平、元平、秀平、まあ最後、滅んじゃいましたけど安平って合わせて、4代ですね、栄華を築いた場所、そういうことですね。はい、これ何代もあとですね。まあここ池ですね。この池を一周するとそんな感じだよね。よいしょと、人いるね、意外と。ちょっとそこ歩きながらあとちょっと説明しますか。よいしょと、藤原氏の元は、藤原氏っていうか、まあ藤原氏か、藤原三代の元は、平安末期に前九年の役っていう、あの日本史に出てくるそういう戦争があったんですね。それは、源頼義と安倍氏っていうね、地方豪族との戦いでしたね。源頼義は要は東北が欲しかったんですよね。そういう目的があって野心があったんですね。で安倍氏の娘がいて、その娘に藤原の常清っていうのがね、婿さんに来たんですよね。でそれは結構活躍したんですけど、それが清平のお父さんですね。で清平の藤原の清平のお母さんは、まあ安倍より時かなの娘さんであり、安倍貞人の兄弟というか義理の兄弟と、そんな感じなんですね。あ、清平はまあ義理の甥っ子になるわけね。そういうことですね。でそれが破れたのはね、あの清平氏っていう、秋田かな豪族の方が、源がついたんですね。それで破れちゃって、で清平氏がすごく力を持つようになって、で、清原氏の方に清平のお母さんと清平はまああのはい、そこの家に入るようになったんですね。まあ、清平のお母さんが、清原家の息子の方のね、嫁さんになったと、そういう形になるんですね。勝った方の嫁さんになってしまった、そういうことですね。そういうことです。でそこでまたそこで今度争いが起きるんですね。清原氏にはもともと清平とつながりのない息子さんがいて、それと清平のお母さんが産んだ清平の弟さんと、そういう3兄弟がいて、で争いが起きて、そこにまた源氏が入るんですね。それは八幡太郎義江って、まあ、有名なあれですね。あと弟の新羅三郎義満っていうね、その2人が活躍するんですけど、まあ、基本的にはそこで清平に味方した方が勝ったと。で源氏が勝ったんだけども、源氏はもともとねそこで野心があったんだけど、都に戻れと言われて八幡太郎義江は泣く泣く戻ったんですね。で残った清平がそこの場所を、まあ、治めると、そういう形になったんですね。まあそれがまあ要は元ですね。で平泉に都を定めて栄華を誇ったと、そういうことでしたね。で後に大河ドラマでも出ましたけど、その後安平の時代に源頼朝に滅ぼされたと、そんなことですよね。はい、よいしょと。約半周したかな。
なんか竜のね船みたいなの浮かべてますけど、なんも昔なかったと思うんだよね。まあここで、船を浮かべたりとかして、あと和歌を読んだりしたんでしょうね。ここからね、この川を通してちっちゃい紙船かなんかを出して和歌を読むと風流の世界だったんでしょうね。はい、よいしょと。これなんだろうね、これ秋になったら綺麗ですね、もみじね。何人か分かんないけど、こんなのもあるんだな。はい、当時はねこんな感じで宴を催したんでしょうね。はい、杯を浮かべ流れ来る間に和歌を読み、終わって杯をいただくと、そういうことらしいです。でこの建物が唯一平安時代から残っている建物ですね。まあほとんどもう焼かれちゃってますからね。そういうことみたいですね。ぐるっと一周したんで、暑くて暑くてということで、抹茶ミルクのかき氷をいただきたいと思いますね。はい、かき氷もいただいて、通常見学したんで、次は中尊寺に向かいますかね。うん、暑いね。はい、もう通寺でした。今ねバイク乗りました。ケツが暑いですね。シートはガッチガッチに暑いですわ。ということで中尊寺に向かいましょう。もうバイクウェアね上に着てません。シャツ1枚ですね。いやー暑くて、もうちょっと高速に乗るときだけウェア着て、ちょっとこの辺はもう T シャツ1枚で十分だね。まあ、そんなスピード出さなくて、中尊寺の駐車場着きましたね。ここからその月見坂っていうのずっと登っているので、ね、車で行く人はそのまま車で上まで行けるようになってますけどね。まあ健常者は歩きましょうって、そういうことですね。でちょっと、まあ、人いるね意外とね。もう夏休みシーズンみたいなそんな感じなんだな。結構1キロぐらいあったかな。いや結構坂なんて帰りに会えたな。ソフトクリームだなこれな。よいしょと。よいしょ。海外の人かな。中国も台湾とかね、そっちからなのかな。そういう言語が聞こえますね。まあ戻ってきたんでね、そういう観光をね。1本目の弁慶堂ですね。いっぱいあるからね、弥勒堂とかね、一個一個取ってらんないんだけどね。ちょっと見晴らし台ですね。いいね。まあ先はまだちょっと長いですけどね。よしと、ここはね不動堂ですね。不動明王だね。祀ったとこ、字はなんだこれ、薬師如来だね。薬師如来、まあ薬だとか病気の神様だね。不動明王さんとこ終わって薬師如来行って大日如来行って、そんな感じですね。まあ全部如来と明王と、全部じゃないけどそれ回るようなそんなイメージですね。そんな感じでしたね。ここは金色堂の配管ケハ。金色堂はね有料なんですよ。撮影も禁止なんだよね。撮影できなかったらね金払ってもいいんだけど、撮影できないのはただ金ピカになって見るだけなんだよね。まあここですね。金色堂と金色堂はね金払わないと見てんと、そんな感じですね。
撮影的には見てもしょうがないんだなということで、能楽堂のある白山神社の方ちょっと歩いてみますかね。よいしょっと、はい、能楽堂ですね。ここで能を舞ったんですね。あっちから入ってこう演じて、でこの辺が客席みたいな感じかな、そんな感じですね。こうやって見ると毛通寺と比べるとただだからね、配管は中身の駐車場はバイクは50円ですからね、安いですね。地の輪をくぐり、日頃知らず知らずのうちに犯している心の罪汚れを払い、ご参拝してくださいということですね。ここですね、はい、参拝しましょう。配管券発行所、大人800円ですね。金色堂と五栄堂、まあこれかな、の共通券だね。まあ見たことあるからいらねえや、800円も払ってみるような価値はないような俺は気がする。お土産物屋ですね。よいしょっと、大したことないかな。そうだね、ちょっと帰り道でどっかの方がいいかな。はい、ここは中尊寺の総務所、総務です。ここを出るとあとは茶店か、そこ通って帰るような感じだね。はい、こっから茶店ですね。ここ一番綺麗かもね、意外とアジサイとかされててね。いつもね甘酒とか飲んで帰るんだけど金はケチだから使わないんだけどね、こういうここはなんか使うんだよね。よいしょっと、よいしょよいしょよいしょ、お茶かな甘酒かな、なんかあったな。よいしょ、熱熱、ああなんか東山かな、こちらも見えますよね。甘酒なんでしょうか、なんだったっけかな。ということで団子と冷やし甘酒を茶店でいただきます。はい、甘酒とねお団子といただきました。甘酒美味しかったですね。よいしょっと、はい、じゃあ参道に合流ですね。はい、ご飯食べました。そば食いましたね。まあ観光っていうのはそばですからって感じですけどね。じゃあちょっとあれだな、まだ1時だな。まあゆっくり下道で一ノ関方面に向かいますかね。でまあインター一ノ関インターあたりからでも帰るかな、そんなことですかね。よいしょと、はい、今ね、東北自動車の神奈インターですね、インターパーキング。いやもうちょっと疲れちゃったな、暑いしやるっていうね発想もねなくなっちゃったですね。ということで今日はここまでにしたいと思います。今日の鈴の山とバイクとは、平泉、毛通寺、中尊寺、世界遺産ツーリングでしたね。以上です。